花尾芳郎の音楽魂。様一週間ご無沙汰しております、金尾芳郎でございます、今日ちょっとブルージーな感じでね、入ってまいりましたけどですね、本日のゲストをご紹介しましょうか、スパイダーテツさんです。渋いね、おなじみね、今日はギター高橋誠さんです。どうも連日ライブこんにちは。こんにちはね松下俊美さんでございます。こんにちは、よろしくお願いします。はい、ということでね、今日たった今ね、そこの前にね、あの新潟からね、あのお客様が来てねびっくりした。あの誠ちゃんこの間ね、あの僕もフェイスブックでね、前からお友達なんですけどね、ご紹介してください。石塚さん。石塚さん、どうもどうも。素晴らしい。今日はあの突然どちら新潟から今日見えたんですか。いえ、一昨日から。あ、そうですか。横浜に友人がいて、そうなんです。お呼ばれがてら。あ、そうでしたか。あ、今日はよ、あのよろしくお願いいたします。びっくりした、今はね急だったんで。今日のねゲストスパイダーテツさんです。はい、よろしくお願いします。しばらくです。どうも。ね、ありがとうございました。いやいや、もうご無沙汰しちゃって。はい、ご無沙汰しております。またほら、はい、その蜘蛛の巣のね。そうですね。ラジオの人見えないですけどね。いや、これね、写真撮ってね、再放送もそうですか、しますし。すごいね、オートクチュールのシャツですからね。うん、本当。今ちょっとその動画撮りましょうか。はい、ありがとうございます。それなのにどこで作った？これはね、浅草のね、染めの安房ってとこありまして、そこでこの手ぬぐいの生地を。あ、それだからなんか渋いね。はい。だからね、あの汗をよく吸い込むということで。あ、なるほどね。で、僕汗かきなんでね、もう一旦単になっちゃうっていう。で、最後塩が取れるっていうね、そういうシステムになってますけど。まあこれがね、哲さんはまたこうあのトークがまたね面白いんだ、これがね。いや、そんなことです。今日はね、あのトークは控えて。いやいやいや、あの素敵なね、あ、また続々のね、はい、ファクス来ましたけども。そうですね、スパイダーテツさんですけどもですね、はい、まずね、メールですかね、それでね、後でこれご紹介しましょうか。まず1曲聴いてみますか、はい、あの CD からね。これ、ね、タイトルなんていう。これはね、ドライシュリンプスって言いまして、うん、僕あの干しエビが世界一嫌いなんですよ。干しエビ嫌いなの。僕下町生まれでもんじゃとかに入ってんのがもう大っ嫌いで。そうなんだ。あの香りとあの歯に刺さる感じとかありますよね。あれが嫌いで、それでそれをちょっと50年代のジャズマンが、スイングマンがやったら、こんな曲になるんじゃないかなっていうね、そんな感じで作った、オートクチュールの、これも私のオリジナルの曲でした。オートクチュール出ましたか。タイムスパイダーってアルバムに入ってますけど、今ね、iTunes で、iTunes で買えますからね、皆さん買ってくれると嬉しいですね。この後ね、バーっと、その、買った数が増えると、すごく嬉しいですけど。そうですね。じゃあご紹介しましょう。はい。
スイングですよね、これ。スイング島倉千代子ってことね。これね、油断できない、そうそう、油断できないんだよね。油断快適ですからね。油断快適。本当ね、油断したらもう、トークだけ伸ばしちゃうから。そうなんですよ。もう今日はね、黙ってらっしゃいけどね。いや、これ、もともとはやっぱり、はい、まこちゃんも、はい、知ってたんですよね。はい、やっぱりそういう武田和夫さんの。そうです、僕はもう、その時はまだ15歳でした。うん、スパイだ。15歳でした。まこさん、スーツとか、ジャケット着てましたもん、かっこいい。15歳？僕は15歳です。本当に？はい。本当？15歳です。嘘です。15歳だっけ？ 15 歳ですよ。おいくつでしたっけ、今。嘘だよ。あ、まあ、それでも冗談だよ、まあ。それで、まあ、武田和夫さんのとこのあれで、うん、一緒にやられたことがあって、孫さんが。うん、うん。で、その時に僕、ちょうど和夫さんのローディーをやらせていただいてて、うんうん、で、孫さんもこう、よくこう、ジロキシの袖とかから見ててね、こう、うん、テレキャスターで。うん。かっこいいなと思ってね、いつかあの横に並んでみてもなと思ったら今日ですよ。時の経つのはああいうことだよ、本当に。いえいえいえ。それもね、僕はあの前ね、赤坂で ね、そうですね、初めて、はい、あの三作健太郎くんのね、はい、あのっていうか、はい、まあ、あれチャリティーあのチャリティー、ね、熊本のね、はい、チャリティーのライブで、あのお会いしたんですよ、はい、その時に見てね、すごいなとか思って、うんうんうん、でもともとギターもうまいしね、歌がまたこれ渋いのよ、うんうん、でトークも面白いでしょ、そうそうそうね、3拍子揃ってんですよね、4拍子目がどうなるかなということでね、今日はね、生放送ということ、生演奏のね。これ生放送なんですか？そう、生放送。今知りました。ほら、今知りました。ね、これ、まあ、生でちょっとやりますか、なんか。ね、ああ、そうですね。せっかくまこちゃんね。うん、そうですね、じゃあ久しぶりの、この曲はですね、うん、エルマージェームスっていう人の曲で、エルマージェームス、これカミングホームって曲なんですけど、まあエルマージェームスはやっぱりクラプトンとかもね、やられてますよね、僕もね好きな人ですけどもね、はい、もう最高です、僕も一番僕はもう尊敬しているこのボーカリストであり、うん、ブルースマンはこのエルモージェームスなんですけどね、なるほどね、だから僕の家のあのティッシュも全部エルモアで揃えてるんですよね。じゃあこれは俺も出た、俺生きてきた、もうその話はいい。でこの曲カミングホームって曲なんですけどね、はいはいはい、まあ日本語で言うと、うん、トラさんみたいな曲ですかね、カミングホームなんてね、そんな感じでしょうか、はい、じゃあ孫さん一緒によろしくお願いします、はい、じゃあね行きましょう、バイバイ。
私ありがとうございます。いいじゃないですか。ラジオの向こうのお客様もありがとうございます。ねえ、いい感じですよね、やっぱりね。ありがとうございます。あのもう朝からよく声出るね。あもうだから寝てませんから昨日。そうですね。初めてのね、はい、あの登場になりますけども、そうですね、スパイダー哲さんです。ありがとうございます。今日初めてね、お聞きになる方もね、はい、いらっしゃると思いますけどもですね、はい、覚えていただきたいと思います。よろしくお願いします。あなた全国ずっとそういう感じで回ってるんですか、ね、そうなんですよね、北は北千住から南は南千住までこう広範囲にまだ動いてますけど、ほらね、出たね、またファックス来ましたか。いや、あのね、あの全国今自分のワーゲンバスって古いワーゲンバスに乗ってます。あれかっこいいね。ありがとうございます。それでそのバスに乗って本当にね、北海道から沖縄まで行こうという、うん、そういうのもしてまして、はいはいはい、はい、それで今、まだまだ8都市ぐらいしか行ってないんですけど、都道40何だっけ、7都道府県でしたっけ、全部全部行くつもりです。はい、本当、はい、まあちょっと行けないとこもあるかもしれないんですけど、それはなんかバスのおもちゃかなんか持ってね、行こうかなと思って。でもなんかね、行けたらいいな、もう、まあ皆さんいろんなとこで、あの車見るとみんなね、ほっとするみたいな形が。俺昔さ、世紀末って同じ事務所だったんだけど、はい、僕らのバンドだったんだけど、はい、バンド、まあ、車持ってなくて、世紀末のバスを借りて回ったことがあったのよ。で、行くところ行くところみんな世紀末が来たと思ってさ。それはもうカナーも世紀末かな。そう、悪魔の絵が描いてあるのよ。すごいですね。だから本当になんだ違うじゃねえかとか言われたことあったんだけど。すごいですね。いやでもあれ、渋いですね、ワーゲンのね。そうですね。あれでこう回ってると、こう、やっぱね、心配される場合もありまして、高速道路でね。わざと僕開けて、エンジンをこう冷やしてたりすると、大体おじさんが来て、どうしても壊れたのって言われて、いや、全然壊れてないですよって、もう。なんか、懐かしがってくれるのもありましてね、結構。もう。だから地方に行くって、本当に田舎の方行くと、走ってると驚くみたいで、なんか、この人なんだろうって、なんでこんな古い車が走ってるのって、都心部だとまだいいんですけど、本当に山の中とかですれ違う車は、こうやって見えますね、もう。それはね、でもね、大変だろうけども、そうやって、自分から回っていくっていうことがね、やっぱり今必要ですよね。なんかもう人生一回なんで、あの車も買った時もこれで回れたらいいなと思って、本当。もともとキャンプとか好きなんで、それから、ただ行くんじゃなくて、これも、ギター持ってね、行けたらいいなと思ってるんですよね。ああ、なるほどね。はい、やっぱりなんていうかな、こう、はい、僕初めてね、この間赤坂で、見たって、ショーを見たんですけど、はい、なんかこう、はい、一人でしょ、あ、ごめん、俺携帯のメールが来た。生放送で携帯切っとけよ、お前。負けたの。すいません、さ。大丈夫でございます。ちょっと驚いた通信でしたね。いやでもね、いや今ね、動画をあんまりちょっと今お休みしててね、はいはい、再放送はね、はい、できるだけね、はい、ラジオの音源で再放送をしようと思って、まあ、それはやってるんですけども、だから写真撮りたいからさ、携帯を置いてんのよ。あ、そうですね。できるだけ多くの写真があった方がいいでしょう。そうですね。で、音は、サイレントの仕方知らんわけよ、俺まだ。どこ、なんか、一回なんとかモードに、あ、ほんと、なんとかモードにするんでしょ。そうです。お休みモード。あ、お休み。はい、ということでね、ファックスをね、たくさん来てますけど、松下さんの方からね、ご紹介していただきましょうか。たった今ね、はい、スパイダーさんのファンの方、お平さん、はい、聞けた、手ぬぐいとエビ、つかみ OK です。スパイダーさんご出演おめでとうございます。ありがとうございます。森の都までとっておきの面白い話たくさん届けてください。待ってます。待ってますよ。どこ森の都だから仙台じゃないですかね。仙台ですね。ね、私、平さんです。平さん、ありがとうございます。私ごとですが、え？違います。スティーブン・タイラーのまさかの。はい、いいですか、はい、どこだっけ、うん、ラジオも良いですが、スパイダーさんの魅力はやっぱりステージですよね、うん、ラジオでは到底オンエアできないトークを聞きに、来週の高円寺か荻窪でのライブ行こうかな、うん、都合がついたら連絡しますね、うん、では前回のチョーキング、うん、面白い話とスタジオライブ、うん、待ってますよ、かっこ笑いです、うん、飲み過ぎに注意して、ますますのご活躍をお楽しみにしています。佐伯さん、佐伯さんですね、ご存知さん、はい、ありがとうございます。佐伯さんね、これお渡ししますからね。しゅんさんとかと前やったことあって、仙台行ったこと時とかね、え、誰と、この
佐伯さん、佐伯さんというドラムの方なんですけど、あ、そうなんですか。で、あの菊田俊介さんが来た時に前に一緒にやったみたいですね。あ、そうなんですか。あ、そうか、ドラマです。あ、そうなんですか。素晴らしいですね。でもこうやっていろいろつながるよね。そうですね、嬉しいですね。いや、こうやってね、やり始めてね、あのもう8年、もうすぐ9年なんです。でもね、やっぱ大変なんだけど、やっぱ人間関係というか友達が広がっていくから、それが財産なんだよね。なんかこう、なんかえっていうところでつながったりしますね。そう、だからいかがですか、誠さんあたりは。すぐ急に話が急に来るんだけど、まあまあね、人の広がりは素晴らしいですね。そうね、差し障りのないことを言っていただいてありがとうございます。石塚さん、そうですよね、石塚さんもね、今日ね、来ていただきましてですね、本当にね、お会いしたかったんですよね。僕フェイスブックでずいぶん昔からね、お友達だったんですけども、で、誠さんのが先に会ったんだよね。この前三条行ったんですよ。あ、そこそこ、なんかのコンサートかなんかの時、ライブハウスですね。酒屋がやってるライブハウス。あ、酒屋が書いてありましたね。蔵でやるんですか。蔵です。蔵じゃないんです。酒屋さんの。酒屋さんなんですけど、っていう感じだよね。酒屋なのにもう完璧ライブハウスなの。本当。俺完璧って。そしてライブハウス。そうなの。本当。なんか、ああ、ね、酒屋も完璧な酒屋の立ち飲み屋で俺やったことあるよ。ライブハウスじゃないや、機材も何もないところで。本当の酒屋。本当の立ち飲み屋さんでね、横浜。趣味で作った。そうだね。でも機材がすごくいい機材あって、そんなとこあるの？いいんだ。僕も行きたいな今度。ね、僕も行きたいな。なんで？楽道。すごいですね。すごい、いろんなところがあるね。でもね、今昔みたいにさ、いわゆるこうガーンと門構えしたライブハウスだけじゃなくて、ね、いろんなところでやってますもんね。やっぱりいろんなね、バリエーションができて、そのバンドスタイルじゃなくてもね、できちゃうっていうかね、ほら、横浜のジョンジョンとかはマイクとかも使わないじゃない？そうだね。なんかね、生でね、できちゃうところもあるしね。いろんなね、バリエーションが出てきましたよね。ジョンジョンのマスターも言ってますね。マイク使わないのは、ブルーさんと、スパイダーと、あと、誠さんたちとかね。あとの子はみんな使うんだよ。マイクあんだ、出してください、みたいな。俺思うときあるんですけどね。いや、俺もあるんだよ。マイク続くと、ね。だから、マイクの人、うっちゃんとかマイク使うんだよね。マイマイク持って。彼女もマイクいらないでしょってもう行ったらなんかテーブルだけ はくそう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 、じゃあここでみたいな立たされちゃうようにね、まあそういうところもありますね。ああいう店いいですよね。そうそうそう、なんかね、生やっぱりね、生の声っていうのがね、はい、実は一番いいと思うんですね。そうですね。リバーブとかなかったりするんだけども、はいはい、やっぱりこう伝えるってこうささやくように歌うとお客様も耳をそば立ててくれるっていうかね、そういうのはすごいいいですよね。落語家さんも言ってますもんね、年配になってくとこうだんだん声が違くなるって。そうこう新庄さんとかも最後何言ってるか分かんないから、みんな客が乗り出すんだ。そうそうそう、ここで「って言うと分かんないなるっていうね。やっぱそこに行くあとね、3、40年僕はかかると思うんですけど、もうね。ということでね、面白い話の合間ちょっとファックスちょっと行きましょう。ご紹介できなくなっちゃう。はい、お願いします。これファックス。金尾さん、高橋さん、松下さん、山田ディレクター、どちらの方ですか。こんにちは。スタッフの皆さん、こんにちは。名前先に行きますか。高山さんからいただきますね。こんにちは。先日の田崎翔太郎さんの年に一度の大感謝祭ライブ、素晴らしかったですね。傘を飛ばされながらも行った甲斐がありました。一緒にライブをされたミュージシャンの方々の熱い友情を感じました。田崎さんの一人芝居も素敵でした。役者のね、まあ友人がいて、この間あそこでギター弾いてらした方ですね。もともとね、役者なのよ。相棒とかそういうの出てる。信長役でね、CM やったりとか、はい。そして、博多美人の田崎さんのお母様にお会いできて、とても嬉しかった。お母様がね、僕、とても嬉しかったです。もうちょっと惚れてんだけど。またまた至福の時間をいただき感謝いたしております。今日はスパイダーテツさんがゲストにお見えですね。なので、テツさんにリクエストをします。
ライブバーウォーキング、ストーミーマンデーブルース、ね、私はブルースもジャズも大好きです。高山ひろ子さんからいただきました。はいはい、いただきました。ありがとうございます。はい、まあ、ね、まあね、いろいろありますからね。いろいろありましてね。はい、それちょっとお伺い。まだ来てますか？続々来てますか？すごいですね、今日。今日すごいね。この方は埼玉市在住。これの方、あ、この方はどうですか？これ僕読みましょうか。はい、どうぞ。あ、これちょっと読んでください。もうね、老眼になっちゃったよ。僕はまだ軽く老眼ですからね。軽く老眼。軽く老眼です。軽く老眼です。重く老眼の人はね、いっぱいいると思うんですけど、僕はまだ軽く老眼です。僕 1.5 ぐらいですから、今。ね、いや、俺目が良かったの、すっごく。だからもう、40過ぎたらスッと来たよ。あ、うん、もう遠いとことか人の心はよく見えるんだけど、時間の空が見えない。そうそうそう、深い言葉ですねそれ。そう、じゃあ、はい、はい、はい、どちらを、これ、はい、金崎、吉郎さん、うん、投げ銭 FM 音中、投げ銭 FM 音中ということは、はい、チャーリー佐藤さん、はい、はい、新、サンマの刺身がうまい今日この頃、あ、サンマいいね、皆様お元気でしょうか、うん、我が家のシマリス、ちびくんも冬眠の支度を始めました。シマリス買ってんだね。シマリス。かわいいね。今から冬眠するんだ。そんな秋の寂しさを吹き飛ばしていただきたく、不良中年のすすめを、で、夏を取り戻させてください。はい、チャーリー佐藤さん。ありがとうございます。今日はね、15,000円いただきます。15,000円ね、これ使えないんだけどね。すごいですね。はい、すごいですね。素晴らしい。だいたい5万円ぐらい来るんですよね。すごいですね。そう。ね、あのシマリスと僕好きでね、リス好きだったら、僕もなんか似てるらしくて、昔からも台湾リスとか言われてたんで、台湾リス、あだ名台湾リスって大きくてさ、ね、自分の餌をさ、どっか食べて忘れちゃうんだよね、どこも食べたから、あ、そうなんだ、そうそれでどんぐりの木がどんどん生えるんだよね、そうそうそう、生えるんだよね、忘れちゃうんだよ、ちょっと僕も額出しちゃいましたね、すごいね、もうすごい、そう、でもリス間違えて、はい、ちっちゃい頃ね、1500円で書いてあったわけ、リスが、で、それ1500円の貯金も全部あの出して、はい、かき集めて自転車で買いに行ったのよ、はい、小学校の時、はい、そしたらさ、札がこうかかって、あ、出た、これ15,000円だからさ、ゼロがこう隠れてたのよ、もうさ、ペットショップの人が笑われても1500円持ってきたとね九州のね、九州っぽいな、そこでブルースに目覚めた、そう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 、もうリスが原因っていう、というね、バカ話をしてますけども、ね、なんか行きますか、じゃあ、スパイダー哲さん、はい、ね、どうしましょうかね、なんかさっきリクエスト、あ、リクエストね、なんか来てた ね、あ、マークさんから、マーク園田さんからのね、はいはいはい、リクエストがね、もう今日朝来てたのよ、すごい負けらしい、うん、朝ね、もうすぐ朝から来てたんだけど、大きいトーク、そうそう、マーク園田さんってね、柳ジョージさんのね、歌詞とか書いてるんですよ、へえ、そう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 、それでね、そうそうそう、歌詞、それで僕、まあ、横浜の友達なんだけどね、それのマークさんからのリクエストで、横浜本気トークお願いしますって、本気でトークします、本気のトークだ、本気でトークします、でも、これ、スパイダーさん、はい、まあ、たまに歌ってたりします。もうそれちょっと言ってみる、ちょっと軽く触りで、ね、行きましょうかね、ここは横浜近いですからね、横浜近いからね、はい、じゃあマークさんのリクエスト、そうですね、横浜近いんでね、うん、で全曲の場合はね、明日の出演者に頼むというね、そうですね今日は、横浜本気トーンブルー
と抜かしてた甘い色の髪のさらって女さ懐かしいホンキチョン。渋いよね。渋いね。ねえ、うん、声がまたあのなんであの歌はもともとギターなんだったんですか。最初はもう歌はもうダメだって言われて。嘘。はい。うん、うちのあのマイマムあま、お母さんに。何がマイマム。お母さんに。あんた歌やめた方がいいんじゃないと、アザラシみたいな声って言われて、アザラシみたいな声ってどういう声なんだろうな。アザラシね、表現がいいよね。だからそれからね、もう発声練習をドからミまでを毎日ドからミまでレファを飛ばしてソラシドということでね、頑張ってまいりまして、なるほど、はい、現在に至るんですかね、はい、いやでもね、素晴らしいあの声とね、とんでもないですよ、魅力的ですけども、ございません、あのスパイダーテスさん今日ねお迎えして、やっぱり人の言うことは聞かない方がいいってことだね。そうですかね。あでも聞いた方がいいですよ、先輩の話は聞くという、もう先輩の話はもう黙って聞くという、ね、ということで、松下さん、あのあれ来てますか、まあ、あのファックスはまだ、ありますでしょうか。ちょ、じゃあもう一方ですかね。え、そうなの？すごい、すごいね。え、うん、これどちらの方ですか？こちらはミキさんからいただきましたよ。博多のミキさん。博多のミキさんから、はいはい、もうなんかね、慌てたようなメールが来ました。もう慌てて打ち間違い。打ち間違い。うん、そう。金尾さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは。こんにちは。スパイダーテスさん、はじめまして。はじめまして。ようこそ。スパイダーと申します。はい。おいらは恥ずかしながら未体験だったので、うん、動画などを拝見しましたが、本当にフィールのあるおしゃれなブルースが心地よいですね。うんうん、それに、大沢親分や、愛花ちゃん、ミスター大家と、はいはい、おいらが地元で知り合った方々とつながりがあるんですね。うん、そうですね、ありますね。うん、これはそのうち絶対に知り合うなって思っています。うん、今日もお三方、お三方の素敵なバイブを楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。ところで最近ラジオを聞くたびにハマってることがあります。それは金尾さんの歌わせ方です。うん、この 2,3 週でも、うん、時間あるね、まこっちゃんなんかやってよって突然言い出すし、そこだ、そこか、としみさんにも、としみさんに対して、うん、いやいやじゃないと言って強引に歌わせるし、うん、まあこれも人柄のなせる技です、技ですね、という。やっぱりちょっと乱暴もんだもんね、うん、俺ね。あ、今日もあるんだろうか、ワクワクしてます。あ、そうですか。リクエスト、スパイダテスさん、はい、For Sentimental Reason。 そうですね。I'd rather so、go blind. これをね、17って売ってんだよ。間違って。だけど何でも OK。金尾さん、風の中で立てだけど何でも OK。風の中で立て。九州博多のミキさんからいただきました。うん、ありがとうございます。もうファックス今日多いね。ね、たくさんのファックス、本当に皆様ありがとうございます。埼玉県在住、はい、ラジオネーム、はい、双子座セブン。双子座セブン、61歳。はい、金尾さん、誠さん。双子座の人、6月、あ、スパイダーテスさん、はい、双子座です、はい、なるほどね。金尾さん、誠さん、としみさん、こんにちは、うん、8月はなんだか変な天候が続き、ね、気温も気圧も上がり下がりが激しく、さすがにバテてきましたが、うん、皆さんお体大丈夫でしょうか。皆さんのはスリムなのでダイレクトに体に響きそうで心配です。はい、今月は私が大好きなゲストが予定されているようなので楽しみです。時間作ってサテライトスタジオへ見に行きたいくらいです。ぜひぜひ、ぜひ来てください。リクエスト、インスピレーションお願いします。インスピレーションですか。この方は名前は読まない方がいいのかな？なんで？
うん、だってミキさんラジオネームって書いてあるから。あ、ラジオネームはい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 、はい、そうですね。名前呼んじゃまずい、ね、まずいよね。なんでとか言ってあそう個人情報オンエアです ねそうだから俺も平気で言うからね。あ、ラジオネームって後で書いてあったんだみたいなね。最初に名前もドーンと言っちゃったことありましたけどね。インスピレーションです。インスピレーション。はい。いただきました。ありがとうございます。インスピレーション久しぶりやってみますか。僕歌うかな、じゃあね。はい。どうしようか。いつぐらいに作った曲なんですか、これ。これはもう80年ぐらい前ですね。80年。すごいですね。80年前。これ、ちょっと、この、うん、曲がるマイクが、あ、これだね。大丈夫ですよ。はい、こっちを歌いにしますか。そうです。今ね、すごい広いスタジオ、ね、すごいことをね、あの、マイクの移動は大変ですよ。4本のマイクをね、のがあっち、こっちね、動かしながらこうやってるんですけども、これ、マイクの4本ね、どうすかな、これで。僕、ギター、一応聞こえないかもしれないけど、いいか、あの、1本のマイクでやらせてもらいます。2回だけだからね、3回言ったら歌えないから。全ての夢をお前に託しての僕にあった
in the street わずかばかり答えしました、何セブンさんでしたっけ？え何セブン？双子座セブン。双子座セブンの方からね、リクエストをお答えしました。インスピレーション。ありがとうございます。どうもありがとうございました。なんかね、いやそうですか、ありがとうございます。まあ全然才能がねないんで僕は、いろいろね、やりますけどもですね。音楽魂ということで、ゲストがいらっしゃるときはですね、まあ、ゲスト中心の、ね、お話とか、そういうのをお聞きしたいと思うんですけども、スパイダー・テツさんですけども、はい、そのスパイダー・テツっていう名前はどこから来たんですか？はい、そうですね、僕は、これといって雲とかあんま好きじゃないんですけども、うん、インディアンにね、ちょっと憧れたことありまして、インディアンにこういう、雲のね、こういう、なんですか、ドリームキャッチャー？そうです。うん、今 UFO キャッチャーって言いそうになっちゃいましたけど、ね、ドリームキャッチャーです。あそこにこうね。咳込むように言われる。あそこにこの夢が引っかかるって意味なんですよね、あれね。ドリームキャッチャー。そこでこうなんとか、うまいこと、ね、こうお客さんが絡んできて、こう、はいはい、んな、こう、そう、なんていうんですかね、別に、うん、幸せだけじゃなくて、いろんなことがこう、こう、うんうん、僕のこの、アミンっていうんですか、この巣にかかってくれたらいいな、なんてね、考えて、はい、つけた名前でございまして。もう、あれですか、その、スパイダーテスという名前で活動し始めてどれぐらいになるんですかね。そうですね、ちょっと数えられないぐらい長いですね。うん、ちょっと、いつから自分がそういうふうに襲名披露したのか、ちょっと覚えてないんですけど。まあ、もともとはでも、なんでしょうね、パソコンとかでこう、なんていうか、匿名的な感じで、その時も、本名を書くと嫌だったんで、うんうん、スパイダーって、自分のバンドが、昔やったのスパイダーウォークブルースバンドっていうバンドがあったんですね。うん、まあ、そこで、まあ、そこからスパイダーってつって、まあ、そういうとこから撮ってるのもあるんですけどもね。なるほどね。深い意味あるようでないようであるという、うん、そ難しい感じですかね。うんうんうん、はい。でもね、ね、つい笑ってしまいますけど、松下さんいかがでしょうか、今日は。どうですか？楽しかったです。あ、そうですか？あ、もう終わりですか？なんかね、まだ大丈夫ですね。もうちょっと、まあ、時間あります。花鹿さんのようなね。そうなんです。花鹿さん。花鹿になりたかったんですよね。そうでしょ。そうでしょ。皆さん、こうやって扱いってね。もともとはね、僕、関西の方かと思ったの。いや、違います。で、もともと、ね、江戸っ子。江戸も、チャキチャキも江戸ですね。ほんと。どちらの住まいでしたっけ？でも、ガザ地区で、足立区に住んでるんです、ね。あ、ガザ地区っていうのは、いいね。足立区ね。でも、足立区も結構ね、今、揉めてるから結構荒いんですよね。あ、なるほどね。だから僕、日々音楽でね、うん、なんてあんま考えてはいませんけど。足立区を楽しくし、ね。足立区はでもね、本当に音楽やってる人多いんですけどね。こう、やっぱりこう、発展しないんですよね。なんか結局、なんかこう、イベントがあっても、うん、ハワイアンの踊りの人が、
ステージやってたりとか、うん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 、でブルースとか例えばまあブルースじゃなくてもなんか、ね、他の音楽は、うんうんうん、まあ僕の仲間とか結構あのフォークの人とか、はいはいはい、素晴らしいの出てますけど、うん、例えばバンド形式でそうなってくると、うん、区役所さんがこうちょっとねちょっとうるさいっていう、あ、そうなの、そういう感じが、でもまああのいろんなとここの間もね僕、はい、墨田区のねなんかあのお祭りみたいなのちょっと見に行かせてもらったんですけども、はいはい、なんかいろんな形でね今またこう、あの昔だったらさ、はい、ブルースとかねそういうロックとか言ったらもう不良だったじゃん、そうですね、なんか俺は九州じゃない、はあ、でももうなんかギター持ってるだけでもうちょっと不良とか、で高校の時に99円コンサート俺やってて、でいろんな高校を集めて、はいはい、あの例えばその和太鼓を北九州から呼んできたりとか、はい、でちょっと不良グループみたいな感じのその当時ね、で付き合ってたわけよ、はい、で俺は割とこう勉強する人のあの進学校みたいなとこ行ってたんで、たまたまね、そしたらもう職員会議かけられたもん俺、その付き合ってるだけで、ダメだと、うん、そういうちょっとねそういう時代だったけど今はもうね、そうですね、そういうこともないし、もうちょっと足立区は遅れてますね、そういうとこはちょっとだ、墨田区さんとかは川渡った方は割とかっこいいんですよ、なんかやるんですよ、あ、なるほどね、足立区はなんかこう暗いんですね、そうなクライアントファミリーストーンとかあったね、そういえばね、あったね、クライアントファミリーストーン、暗いってやつですね、本当にうん、なるほどね、ということでね今日楽しいお話もね、はい、聞きましたけどもですね、はい、時間がもうそろそろ迫ってきていますけども、ね、早いですよね、1時間はね、スパイダーテスさんのね、はい、じゃあ歌でお別れしますか、はい、何か、どうしましょう、え、なんかライブでしょ今日もね、ライブです、あ、ライブの告知、そうです、そうそうそう、今日ですね、うん、ね、この後9時からですね、今日エビスのワット・ディゲンスというところでですね、え、どこワディゲンスで、ディゲンスというところで、ディゲンス、はい、エビスなんですけども、そこで9時からノーチャージで12時までやりますんでね、え、そうなの、はい、なんかイベント、いや、あの、まあ、僕の知り合いのバンドに僕はちょっとジョイントして入る感じなんですけどね、そうなんですか、ディケンズ懐かしいですね、ディケンズ、あ、そうです、マコちゃん知ってる、スティーブってやつと一緒にずっとやつ、ガードなんですか、スティーブ、ガードなんですか、あ、素晴らしい、今日俺もエビス、あ、本当に、あ、マコちゃんどこですか今日、エビスのエイムっていうとこ、エイム近いんですか、近い、それ何時からですか、それは6時半とか7時ぐらいじゃないかな、なるほどね、エビスかぶりってことでね、それでもみんな連日まこちゃん12時までやってますか、本当、うん、だってそう今日ギターとか2本持ってそうなんです、来てもらったのよ、明日そこで使う、明日もまた明日どこですか、明日は渋谷のサイクロンってとこですね、サイクロン、サイクロンで夜がですね、草加のプーというお店でゲストは西村宏さんとハーモニカの人を呼んで、はいはいはい、宏さん、もう忙しくてもうピンクレディみたいですね。すごいね。何がピンクレディ。ピンクレディ。うん、いいね。この後も待ってますからね。うん、そうね。電車が待ってるわけで。俺も長い電車が待ってるのよ。長い電車。そうそうそう。長いリムジン。間違ってる。ブルーの長いリムジンです。ね。ということでね、楽しいお話をね、歌も素敵ですけど、なんか最後決めますか。そうですね。さっきも書いてあったんですけど、センチメンタルリーズンという曲をやらせていただいてもよろしいでしょうかね、いいです、よろしいでしょうか、はい、じゃあ、ちゃんとぴったり終わらせるようにバンドでタイムキーパーと呼ばれてますからね、気にしなくていいです、いや本当にそうなんです、センチメンタルリーズン、はい、これはもう君のことが好きで好きでしょうがないというね、もう本当に僕がいつも毎回こう来てくれるライブのね、男性、あ、男性じゃない、女性に歌ってるんですけどね、僕はナットキンコールになりたくて、小学校の時に短冊にナットキンコールになりたいって書いたんですけどね、却下されたという、そういう夢がありまして、もうちょっとしたらナットキンコールになれるかなと思って頑張って歌ってます、じゃあ聴いてください、 4 centimeter reason って曲、 I love youSentimental reason, I hope you do believe me. I'll give you my home. I love you.
never say you never part. I think of you every morning. I dream of you every night. So darling, I hope you do believe me. I'll give you my heart. I hope you do believe me. ご清聴ありがとうございます。ね、素晴らしいね。なんかね、いろいろなんかこうジャズとかね、そういう感じでブルースだったら大体ほら決まるじゃない。なんかそうですね、いろんな、ね、割ともうブルース歌ってる人もブルースで決まっちゃうけど、はい、なんかこう幅がね、うん、なかなかね、うん、そのキスの音とかも入れながら、ね、またね、それ見た、まあ、この間今日見てない人は今日見てない人なんかプチュってなんかノイズ、ね、いやなんかね、俺聞きながら思ったんだけど、うん、なんかこう鈴みたいな音がちょっと聞こえる。これ僕のこのネックレスですか ね、 これね、そ、あ、そうなんだ。これがこのね、なんか聞こえるのかもしれないですね、うん、あ、それがね、いいのよ。あ、そうですか。それ逆に良かったね。いや、あれなんかいい交換が入ってんだけども、あ、ネックレスなんだ。カカリカリ言うんですね。ははは、もう結構時間。そうですね、ロソロソ、あ、そろそろ。今なんか流れてる？エンディング？あ、エンディングですか？エンディング流れてる。エンディング流れてんだ、もう気がつかなかった。もうそんな時間になっちゃった。で今後のね、今日のゲストスパイダーテッツさん、素敵なね歌声をありがとうございます。ギターも、うん、素敵でしたけど、それであの今後はどんな感じ、やっぱりずっと全国回っていくっていう感じですね。そうですね、全国回ってるのプラスあと自分のバンドがありまして、スパイダー&リディプスっていうバンドがあります、うん、あ、そのバンドもやるの。はい、それは7人編成なんですけど、今ちょっとね訳あって3人編成なんですけど。あ、そうなんですか。3人になっちゃった。なかなか、まあ、そのバンドでも結構やってる。もしくはね、スパイダーテッツ、はい、ドットコムで調べていただくと、いろいろあの、はい、いろいろ見れますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。スパイダーテッツさんでした。どうもありがとうございました。高橋誠さん、ありがとうございました。ライブの中でね、
松下俊美さんありがとうございます。ありがとうございました。お客様ね、今日はあの秋田からね、秋田じゃない、新潟からね、ごめんなさいごめんなさい。三条ね、三条、ありがとうございました。またね、はい、遊びに来てください。はい、また来週よろしくお願いします。はい、また来週ということでですね、はい、お相手は金尾義郎でした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 今また生まれ変わるさ。日々は祭りがある。懐かしき友がいる。忘れかけてた想いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。